同僚の跡という場所に来ています。あ、やばい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 、やばい、あ、毛が破壊されてるね。え、あ、じゃあこれ壊しちゃったの。いや、多分ね、もっと壊せるから。毛ないし、なんかね、切れたんだよ。え、いや、切れたね。触ってなかったよね。多分触ってない。俺触ってないよ。おい、ちょっと待って。触ったにしても一撃でまた再生されてるよ、ね。うん。録画停止、録画停止。え、待って、やばない今。ポンポンと。やばい、ちょっと前のやつがよぎるな。よぎる。で、この看板、この看板何も書かれてないし。なんだこれ。裏側、裏側とか何もない。降りるとかもあるし。何もない。めっちゃ音する足音みたいな。え、待って。怖いんだけど。あれは違うの。あれはなんか。あれはなんか遺跡像みたいな、なんかただの。何このマーク。ん、これめっちゃ不気味ね。これなんかやめよ、こっちが面白くない。もう明らかにヤバくなって、振り返って待って待って、なヤバくねえ、なんかなんだなんだ、なんか枠みたいなのがあって、ありそう、その真ん中結界石みたいな、うん、なんか絶対あんなかヤバい気がするよ。これなんか、これ何、まだわからない。何これ、何、もともとなんかがあった場所っていうことなんだ。こっちにもある、これ全然違う。え、てかなんでこんなベンチあんの、ここに。ね、聞こえたな、ベンチ多すぎ。え、なに、今度は何、今度どうしたの。 え、今やばくない、今やば、ちょっと今やばくない、ちょっと待って、ちょっと待って、落ち着け、これやられる、マジで。降りよ、降りよ、降りよ、降りよ。え、今やばくない、今やば、ちょっと今やばくない、ちょっと待って、落ち着け、落ち着け、落ち着け、これやられる、マジで。降りよ、降りよ、降りよ、降りよ。降りるよ、はい。これ何なんだろうね、全員組みに、みんなくっついてて、みんな。え、行ってる、まだ行ってる、まだ行ってる。まあ、慌てるのはやめて。まあでも遠くなってる。今一旦収まったんですけど、今全員聞こえる音で口笛っぽい音してる。うん、うん、しかも何回も何回もでみたいな。どうした、なんかさっき入り口で聞こえた声みたいなの聞こえた。で、俺とライキが最初に気づいて、その後何回も聞こえてて、え、俺女の子系かなって思ったんだけど、俺も女の子のちょっと声かなと思った、口笛というよりかは。キャンキャンキャンみたいな。そうそうそう、俺もこっち、俺も口笛、これもターボ側だ。ターボ側。じゃあ違うのが聞こえてない、二人先に。なるほど。全然違うのか、じゃあ、お前らと。まあ、結界にビビってる時に来たから、なんかもうちょっと近寄っちゃいけねえのかなっていう。うん、でも、あんまなさそうだったけど。あんだけ、うわっ、ちょっとマジでやめて、マジでやめて。マジでやめて。図が通って今。じゃあもう、はい、おはよう。不思議ない。ちょっと一応降りるとこあるんで降りてみましょう。降りよう。はい。全く複雑な道になってるよ。で、結局全部あそこの地蔵のところに繋がってんのよ、道が。さっきの逆の道行ってみる、なんもないだろうけど。じゃあ結界の奥もう一回見てみるか、価値はあるよ。そうあると思う、うん、もうちょっと結界の奥行ってみようか。よし、はい、ということで一度ちょっとテンパりかけたんですけれども、はい、我々ホラーナイト YouTuber ということで、もう一度あの結界の場所に突入する。うわ、もうやめよ、マジでいいよ。本当にやばいから。目の前まで来ています。さっきこれにビビってる時にめっちゃ口笛が聞こえて逃げたって。マジで何のためにこれ？なんもないんだ。なんもないんだ。これ何なの？全然意味わかんない。一番目玉があっていい場所だよね。なんなら。でもなんかさ、こういうのいるときはなんかでっかい神聖な木とか。なんかある。なんかある。待って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 。うわ。何？触ったの？触ってません。触ってない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 。え？触ってない。触ってないよ。こう。マジで触ってる。こう。こっちは。やっぱすげえ不思議な顔してる。やばい。いや、いざこうなる。こういう顔になるんだ。なんて書いてある？なんか金神？金の神様みたいな。なんか地蔵が元々あった場所みたいな。そう、なんもないのおかしいからね。でも、そうね、ここに一旦柵があるんだよ。柵があった。確かに、後ってんじゃないかな。え、なんかピチャピチャいってるよ。え、マジで？いってるいってるいってる。ほら、めっちゃいってる。思ったらね、ベンちゃん。うわ、どうですか、どうですか。え、なんでこれ一個だけあんの。そう、一個だけある。
全然囲まれてる。うわ、いっぱいいる、いっぱいいる。あ、また囲まれてる、このエリア。いっぱいいる、いっぱいいる、いっぱいいる。また囲まれてる。うわ、すごい、全然違う。全部ある、全部ある。え、てかさ、待って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 、これ今、木の横から女の人見えた。マジで見えた。マジで。あれ、その、メイツと一緒の木の横から今、ふって見てたって。メイツがやばいらしい。女の人が見えた。え、ガチ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 。え、タツキもなんか男の声みたいな。そう、後ろ。ちょっと待って、ベンチに囲まれた真ん中やばくないっすか。いや、今俺髪長い女の人が首でふってて見た、俺マジで。降りる降りる。いや、マジでやばい、そこの木の裏、その木の裏。降りた方がいい。これガチやばいと思う。しかも結構、あの目釣り上がってる女の人だったから。降りる降りる。やばいかもしれない、降りた方がいいよ、ほんとに。そうそう、やばいと思う、マジで。落ち着いて降りましょう。一旦降りよう。え、ガチ、俺あの女の人の顔見た瞬間、汗めっちゃ出てきた。お前汗やばいな、確かに。ガチやば。俺マジで見た。え、で、どうなの？引っ込めた。引っ込めた。一瞬見て引っ込めた。え、これガチ、結構ガチ。もう何、顔だけ表面。うん、顔だけ。どうした？どうした？どうした？ふーってきた女。ね、なんかここすげえ声聞こえるよね。めっちゃ聞こえるやん。なんでこんな声すんだ。マジで？ちょっと待って。こんな噂通りに声連発するとこってあんまないよね。まあ、ということで、じゃあ一旦車に戻りましょう。戻りましょう。大丈夫。え、何、大丈夫。え、なんかどうしたの、カメラ。カメラから変な音がした。マジ。え、もうまた聞いてるだけはやめてる。そう、なんか聞いたことない。ドンってつくじゃん。うん。え、待って待って待って、なに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 、今光、強い光、もうオーブとかじゃ言い合わせないぐらいの光がもうこんなになってた。今撮れてるか確認しようか。あ、ちょっと、大丈夫。ドンってつくじゃん。うん、取れてるか確認しようか。あ、ちょっと、で、大丈夫で、つくじゃん。うん、プルンで終わるじゃん。うん、プルンプルンみたいな。え、結構余分な音。怖いな、なんか。え、聞いたことねえよ。だからなんかまたカメラおかしなかった。また切れたし。ねえ、また切れたし、今また切れたし、これ勝手に。え、やばくね、なにこれ。帰ってきました。帰ってきました。いやー、なんか疲労困憊、結構いろいろあったね。困憊だね。いやー、まあ、じゃあ一人ずつちょっと おさらいしていきましょう。そうだ。じゃあたつきさんから。ベンチがすげえ嫌な感じ多くて、うん、あれやばいね。ベンチに囲まれてるところがやたら聞こえるなって。ベンチもあったし、地蔵に囲まれてるところもあった。そうだね。あの2箇所はちょっとまずい感じしてるね。うん、じゃあまあ俺、地蔵から聞こえたのが一番怖かった、俺の中では。男の声が聞こえるって言ってるやつもいるからね。うん、一応ね、事件になってるのは全部女性なんで。俺あんま男の人の声、俺は聞こえなかった。俺は男の声、俺全部女の人の声。まあ、じゃあ俺だけだ、それは。うん、じゃあターボーは。そのタツキが声するって言った瞬間に、俺はその地蔵の方から足音がしたのと、あと大輝が声した地蔵、うん、あの破壊されてた手、うん、とか、あれとか結構謎じゃない。あれね、うん、で、ああいうことするとさ、呪いみたいな、恨みみたいな、そりゃそうでさ、入り口ら辺でも声めっちゃ聞こえたし、うん、で声がね、前回よりもめっちゃ多く俺は聞こえたなと思って。うん、確かにめっちゃ聞こえてたもんね。うん、声はめっちゃ多かった。うん、確実に A ではないですね、これはもう。うん、違う違う。うん、それは間違い。じゃあ、京平さん。広場に着いた時の地蔵の囲まれ具合、そこでいろんな人からの目線を感じたし、ちっちゃいお墓、ね、掘ってるの見たら金紙みたいな、うん、神様の神がまた変な字だったの。うん、ああいう字ってマジで触れちゃいけない。そうだ、あ、そうなんだ。やばい、やばいんだと思う。あの、でしょ、金とかついてるね。あれ何なんだろうね。何なんだろう。でもなんかもう見えないように置いてあってるね。うん、確かにね。そうそうそう、木が邪魔だったよね。あそこまで頑張っていかないと見えないような場所にしかなかったし、うん、でそれに注目してる時に正義がめっちゃわけわかんない状態に、そうね、触られたみたいな。背中をこう、そうポンみたいな感触が2回あった、うん、絶対に触ってないのよ、絶対強兵だと思う感じだった。俺触ってないよ、絶対に。で、問題は大輝ですよ。そう、こいつが一番やばい、うん、いや、いや、ほんと、まあ俺も声はちょこちょこしてたけど、いや、ほんと最後、まあもう一回行こうってなったじゃん、うん、俺あの時嫌だったよ、ほんと、正直ね。ああ、怖くて怖くて、で、俺ほら、八王子で一回経験あるから、八王子、まず別の場所だけど、でもやっぱり案の定、カメラ向けてライトが一瞬フッてなったんだよ、木のとこに、うん、その時に、女の人が木から、そのベンチの木だったじゃん、うん、そこからこうやって一瞬フッて顔出してみた、うん、それが若い人じゃなかった、40から50の女の人が見てた。髪長かったし、しかも目つり上がってたから、怒ってる感じかなとは俺は思ってる。怒ってる感じ、こんなはっきり見てんだ、うん、いや、思ったんすよ。ウォーカーじゃないですか。
だからね、ロープだよね、だから、うん、やばいじゃん、それは一致してんのよ、そう最初さ、当主とか言ってたじゃん、うんうん、同僚峠の当主みたいな、うんうん、意味わかってないじゃん、うん、意味わかんない、うん、同僚峠っていうのが多分さっきの階段らへんなんだと思う、うんうん、もしくはあの下ってたところらへん、うんうん、で同僚ど跡って場所なの今言ったの、うん、だから多分あの結界みたいになってたあそこが多分同僚どなのよ、うん、跡って、うん、あ、はいはいはい、で考えると当主って同僚どの塔ね、あれを守るって当主なんだよ、うん、あだからその同僚どの守ってた人なのよ仕事が、あー、うん、そこのなんか管理してた人みたいな、そう、それがその老婆、老婆というか亡くなった老婆の方、うわーだとしたらやばいじゃん、そうするとポジショニングが超被ってる、そうだね、もうあれ真裏なの多分、そうね、うん、同僚の後の真裏なので、うん、そこの木の影からこうでしょ、そうそう、何何何何何何、まだあんの、まだ来んの、めっちゃ声した、マジ、みたいな、ちょっとね現象が多発してまして、うん、まとめるとまあ多数の声、うん、まあ僕が手で触られた感触、うん、大気が姉妹には顔を見たと、まあ A から S と言いましたけど、うん、まあこうみんな満場一致で S レートに認定いたします、いやーマジでしょ、そりゃいくわ、本当に怖いですということで、この後も僕たちなんと出張掘らないとウィークということで、まあ、2、3箇所回る予定でございますので、次の動画も出張掘らないとでございます、皆さんぜひお楽しみにしてください、これやばい企画だ、すごいなこれ、これすごいな、ということでまだまだこちら皆さんが行ってほしい心霊スポット募集しておりますので、こちらのメールアドレスまで皆さん応募よろしくお願いいたします、お願いします、体とメンタル削りつつ、ゾッとする動画届けていきますのでチャンネル登録まだ済んでいない方はチャンネル登録もよろしくお願いします、お願いします、それでは次の出張ホラーナイトでお会いしましょう、バイビー、バイビー、明るい、え、今やばくない、今やば、触ってる、触ってる、触ってる、待って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 、これ今木の横で女の人見えた、マジで見えた。